ヤケロと星を制作させていただきました北海道教育大学三上愛子です。よろしくお願いします。ヤケドを負った少女がそのヤケドの中に飛び込み、周りの自然や世界を見ていくというメタモルフォーズアニメーションになります。もともと偶像であるアニメーションでどのくらいリアリティのある表現ができるかっていうのが研究テーマで制作しました。今までは人間以外の命の巡りや自然のエネルギーみたいなものをアニメにしてきたんですが、今回は人間を、自分も人間であるので人間を使っていこうと思い、やけどをそのメディウムとして利用してつながりができるようメタモルフォーゼをさせました。やけどのモチーフは実際に自分が、去年やけどをした経験をもとに取り入れました。傷やそういうやけどは自分の一部なんですけど、思い通りに動かないというか勝手に変形していくっていうもの要素があって、その要素がこう描いていくうちに自分の予想をしていなかった動きになるアニメーションそのものと近いものがあるのではないかなと思い、モチーフとして使わせていただきました。大きな自然環境や政治のニュースを見ていると、生きている個人個人はすごく小さいもののように扱われているし、そういうふうに思ってしまうっていうことが多々あって、映像は小さく映すことも大きく映すこともできるメディアだと思っているので、そういう小さい個人と大きい自然は決して別々の次元であるものではなくて、それぞれが一部であるっていうかけがえのない存在なんだっていうことを肯定するために、そういう個人的な悩みや思いをあえてモチーフに選ぶことにしました。はい、紙に色鉛筆で作画をしています。1枚の紙に全部の背景や人物も分けずに描いて、最後にその世界の写真を撮るように一眼レフで取り込んでいます。音楽はタンバリンやトライアングルを自分で鳴らしたものと自分の声を録音したものを PC 上で組み合わせています。映像そのものは触れたり近づいたりすることができないクールなメディアだと思っているので、制作過程はなるべく人間の手仕事や声発するもので作れないかなと思いながら、その過程を大事に痕跡を残していくことで、映像と鑑賞者のリアルがつながっていけばいいなという思いでそういう技法をとっています。見どころは、登場する人物や背景があるんですけども、変形の過程でただの線や色になる場面にドキドキしていただけたら、現実では起こらないような変形などをできるのがアニメーションの醍醐味だと思っているので、そこを楽しんでいただけたらと思っています。鑑賞者の皆さんへ、鑑賞者それぞれの人間ややけど周りの環境みたいなものと重ね合わせながら、このアニメの変形を楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。